皆さんこんにちは、シュウです。シオンです。ということですね、今日は前回ね、山本先生とビヨンドのことについていろいろ話したんだけど、そうね、ちょっと2人で話したことなかったなって確かにね、気づいちゃった。そうなんで、今日はちょっとゆるくビヨンドについてちょっと話していこうかな。まあ、確かに僕が多分一番最後にシュウがビヨンドのメンバーになったって選ばれた時に出した動画から2人で話す機会ってあんまりなかったじゃないですか。なかったね。スピード感持って決まってたから、まあ、実はこういうで決まってとか、まあ、受けるタイミングはもちろんしてたけど、そうどういう感じでね進んだかとかさ、みんな知らないと思うからね、いろいろ話したいなと。まあいろいろさ、ビヨンドの話してきたじゃん、いろんなメディアでも話してきたけど、そうね、経緯って話したことなかったかなって、まあ、軽く話したことはあったかもしれないけど、本当内容っていうかさ、まあ、シオンとだからこそ話せることがあるから、ちょっとそれ話そうかなと思って、そうね。でまずそのビヨンド受けたきっかけ、っていうかその経緯っていうのが、そのビヨンドのさ、まあ、その時は多分ビヨンドって決まってなかったけど、真央ちゃんがインスタでさ、そうね、募集しますみたいな、あれを見てで、やっぱこう俺らの目にも止まったじゃん、やっぱあれはね。全くさ受ける気もなく、でも興味ある、どうしようっていう相談をシオンにして、でシオンはまあもうこういう性格だから、面白いし受けないよみたいな。でシュウ君、今のシュウ君だったらいけんじゃないみたいな。ちょうどねなんか南フラワーでさ結構スケートのやってみたシリーズの動画をね、そうやってた時で、お互い結構体はね、そうコンディションちょっと仕上がってるよね。そうトリプルアクセルとかね、6種類はいかなくても5種類はいけてたから、いけんじゃねみたいな、結構軽いノリだったよね。アイスショーっていうものにはもともと興味あったし、なかなかないじゃん、人生でさ、そういうチャンスっていうのが、いやもうダメでもともとだと思って、俺より練習してない、滑ってないやつが受けに行くってないじゃん絶対。いやそうね、一番練習してなかった、一番練習してなかったじゃん、月に1回だけしかしてない。まあでもそれもしょうがないっていうかさ、仕事他にもちゃんと普通に仕事してたから、滑る機会っていうのがまずそもそも人よりも少なかったけど、でもポテンシャルならみたいな。そう俺たちの生きるところはもうポテンシャルと勢いしかねえみたいな。だって無茶ぶりに答えてきたからね。そうね、そう、それでじゃあやってみっかっていうのがきっかけだったよね、まず。そうね、なんかさあれって、まあ、受けた人しかわからないかもしれないですけど、申し込みフォームって結構めちゃくちゃちゃんと書くじゃないですか。あ、エントリーシートみたいなね。そうそうそう、あったよね。だからなんか本当になんかシュウ君就職活動するみたいなさ、中村シュウ就職活動みたいな、そんな感じでさ、いやもう何回もシュウにチェックしてもらったからね。俺もなんかただ OB 訪問できてさ、学生のエントリーシート添削するみたいな感じでさ、これこうで、これ言葉の使い回しも含めてね、で一応その面接っていうのもあったから、面接の練習もちゃんとしたし、ね、やしてたし、結構想定質問とかしてね、今思えば面白かったよね。いや面白かったよ。その当日ね、面接する前に、まあ、ちょっと休憩時間があったわけ、でその時に休憩時間だからトイレ行ったりするじゃん、でトイレ行った時にたまたまその事務所の社長さんとばったり会って、一次審査、リンクでの試験が終わった後だったから、すごいね、どのぐらい練習してるのって言われて、いや、ここで嘘ついてもな、みたいな、そうだね、月に1回ですって言って、月に1回みたいな、それでよく飛べるね、いや、ちょっと YouTube やってて、それで慣れちゃいましたみたいなさ、結構、面接じゃないんだけど、なんか面接みたいなトイレってなっちゃって、正直に言っちゃったからさ、月1回ですとかさ。そこでなんかちょっと持って、いや週に1、2回レッスンならなったらまださ、あそうなんだ、頑張ってるなってわけ。お前どうせやったら爪痕を残して帰ろうかなって。そうね、正直その面接のさ、なんか会話とかしてる時もさ、なんか受かると思ってなかったじゃん。受かると思ってなかった。そう、とりあえず爪痕残しに行こうさってさなんか最後記念受験で終わってもいいよねぐらいのさ、なんかネタになるかなって、酒のつまみにしようぜってなってね。そうね、結局ね、なんかそれでいい感じにもあったし、最初本当に受かると思ってなかったから、別に決してその遊びで行ってるわけじゃないけど、落ちてもこうへこまないように、そうそうダメでもともとだぐらいで行ってるから、
失うものはなかったじゃん。なかったね。本業があったからさ、でプラスアルファで趣味 YouTube があったから、でなんか個人的にはあの時視力がもし4度なくてこの1年間スケラブが続いてたらどうだったんだろうみたいなことなんかたまに考えてましたけど、そうだね、どういう風にこう続いてたかだよね。そう、お互い多分どっかで多分足の筋切るみたいなさ怪我するのが先か、なんかジャンプ飛べるのが先かみたいなさ、もう企画を終わらせるためにどう頑張るかみたいな、そういう企画があったからこそ試験の場で力を発揮できたと思う、うん、よかったよかった、ちゃんと身になってたね、うん、だって俺ノーミスだもん。おお、すごい試験すげえ。なんか人それ多分違うんだけど、俺は得意のものはジャンプですって言って、3種類やったのね、ループとフリップとルッツ、はい、まあ、全部、まあ、試合で言ったら高得点のやつだね、そうね、それ全部ノーミスだからね。さすがだね。それはやっぱりどんな状況でも、そうよ、やらなきゃいけないっていう状況下で練習してたから月1だけど、すごいよ月1。今だから言いますけどあれ本当に夜中ですからね。夜中とかもやったし、もうむしろ朝もあったよ。朝あった。選手の誰にも迷惑かからない時間を取ってやってるからでももう練習終わって戻ってきたらもう外明るいとか、もしなんか明るくなってから入るとかさ、誰よりも早い朝練習だからさ、しかもそういう中でさ、いきなりジャンプとかやってるから、そう、まあ、鍛えられたよね、あれで、まあ、楽しかったですね。あれよかったね。スケラーボの思い出もさておきなんですけど、ビヨンドの思い出でまだ話してないやつないですか。まあちょっとエピソードっていうか、物になっちゃうんだけど、俺の一個、宝物があって、はい、じゃあちょっと見せますか。本当？見せてくれ。初公開です。初公開。いいのそれ。お、はい。こちらです。すごい。これまあスケート靴ですね。ボロ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 のスケート靴。でもこれね、もう1年は使ったからね。ああ、本当。ショーで。もう途中で変えたんだけど。多分今ね、前から見てる人はもうただのスケート靴にしか見えてない。じゃあこれを、じゃあこうすると。おお。はい、これ見えるかな。サインが。はい、こうやってビヨンドのメンバーのサイン入りです。すげー、これすごくない。めっちゃすげえ。いいな、これどこに入ったらいい。てめえのはいらねえ価値が下がるよね、はい、こんな感じで共に走り続けたスケート靴にメンバー全員にサイン書いてもらったっていうね、ものです。これ宝物です。いや、いいですね。初公開。これなんか初公開、俺出してないわ。もう飾れるね、これ。なんかケースとかに入れて飾りてんの。ね、もうそのぐらい。で、もう一個あって、もう一つが、お、これです。T シャツです。名前入ってもいいね。これ、俺のシルエットなの。めちゃくちゃいいじゃん。多分これって売ってないよね。売ってないね、名前入りは。多分ね。俺とか着てるのはこれ模試班のやつね。そうだよね。ちょっと、俺さ、今気づいちゃったわ。ほら。これ。これ見えんのかな、みんな。さ、サイズのさ、タグ貼ってあるんだけど取れよ。恥ずかしい。あ、これそういうもんじゃないの。それ取るもんでしょ、普通。取れんの。あ、取れるわ、全然取れるわ。恥ずかしい。L サイズ見えちゃったちょっと大きめ買ってるの。大きめ買ってるの、バレちゃってるね。そう、はい、YouTuber だね。さすがだね。さすがでした。はい、ということで、これ、まあ名前にね、多分俺専用の T シャツで。そうだよね、誰も着ないでしょ、シュウ君って書いて。ただこれだけじゃないのよ、はい、もちろんこれも宝物なんだけど、これだけじゃ終わらない。これだけで終わらないのが俺よ。ジャパネット高田みたいなさはい、もちろんです。こっちもね、メンバーサイン入ってます。すげえ。はい、ちょっとね、若干1名すごいとこに書いてるんだよねこれL になんかこっちのさ、こっちのやつもなんかすごい、すごくないこれめちゃくちゃすごいんだけど。俺的にはよ、自論でいくと、やっぱさ、T シャツにサイン書いてっていうのは、やっぱこの辺とかさ、まあ、真ん中はね、やっぱどうしてもちょっと座長に書いてほしかったから。こことかね、こことかまだありますよね。そうそうそう、ね、まあこの辺とかさ、これ見にくくねまあでも、こういうのがエルニのいいとこですかね。ちなみに俺書くとしたら俺どこ書けばいいじゃん。書くとしたら、まあこの辺でもいいかな。ああ、この辺、うん、黒ペンで。あ、黒ペンね見えねえじゃん黒ペン、黒に黒見えねえじゃん。いや、そうそう、な
バーが着てるやつはなんか写真で見たことあるのかな、そのメンバーの名前のやつ、ね、うん、いいなと思ってたけどさ、そうこれは濃いね、まあ、これと、まあ、こっちのね、うん、このサインのスケート靴はなんかちゃんとあのこれも着て練習した感があるし、ちゃんと靴がねこんなちゃんと練習した感が出てる靴だね。いやもう練習もしたし、本番も数えぐいからね、これはもう一生の宝物です。なんでさ、これ逆に今この機会にしたらもっと早く見せてくれよって俺に。そういえばでもそうだね、見せる機会がなかったよね。そうね、マジな話すると、そのお互いで本当に2人でプライベートで会う時もビヨンドの話ほとんどしなかったね。うん、確かになんかこういう感じにならないと、こういうとかもね、あえて話すことがないよ。そうだから山本先生ともさ動画とか撮った時にも初めて聞く話しかないからさ、めっちゃ爆笑してたもんね。全部初めてだからさ。俺のありがとうなんだって怪我したなって俺ホームページ見て知ってるからさ。いや、そういうこともありましたね。そうですね。はい、ということで今回も動画見ていただきありがとうございました。よかったと思った方はグッドボタンと、皆さんチャンネル登録ぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。